あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。今回はこのドラゴンクエストビルダーズアレフガルドを復活せよ、この体験版が出てたのでやっていこうと思います。一章メルキド編。メルキド地方アレフガルドの南に位置する高原地帯、かつては聖老な守りの城塞都市があった、読み方はあったんかな。はじめにこのゲームの主人公を作成します。性別は女で、まあ、この辺は一応もうね体験版なんでささっと、あーゆーな、はい、これで OK 終わり。このキャラクターでよろしいですか。はい、あなたの世界を作っています。おー、いいねいいね。お、竜王が、よくぞ来た。わしが王の中の王、竜王である。わしは待っておった。そなたのような若者が現れることを。もしわしの味方になれば、世界の半分をお前にやろう。世界の半分を。どうした？世界の半分を欲しくはないのか？悪い話ではあるまい。でも勇者やけんね、こっち。どうした、どうした。あゆな、ようやく見つけましたよ、あなたのことを。誰？一つの忌まわしい選択が生んだ闇に覆われた世界。今この世界は空の光を失い、力なき人々はただ滅びの時を待っています。すべてが失われた世界を新しく作るには、あなたの力が必要なのです。さあ、時は来ました。アユナ、目を開けなさい。その忌まわしい選択をしたというのは私なんかな。お、なんか振動やけど。お墓？目が覚めたのですね、アユナ。あなたは覚えていますか？自分が何者で、自分がどんな存在であったのか。勇者やったよね、多分。そうですか。やはり、眠りにつく前のことは何も覚えていないのですね。眠りっていうのは何？永遠のってこと？それも仕方のないこと。いいえ、むしろ今はその方がいいのかもしれません。ん？自分の選択肢によってこんな世界になったけん。長い眠りで体がなまっていることでしょう。さあ、まず自分の体を動かしてみるのです。体を動かそう。左スティックで自由に移動ができ、×ボタンでジャンプができる。×です。X ボタンかな。少しあたり動き回ってみよう。いや、×でいいんか。おー、へい。お。よかった。体はしっかりと動くようですね。これならあなたは自分の役割を果たすことができるでしょう。自分の役割。あゆなよ、長き眠りから覚めたあなたには、果たすべき重大な役割があるのです。ほら、長き眠りやって。死んどったんや。あなたが果たすべき役割、それは、それは？え、何ですって？役割はともかく、体が、だるい？確かに、体力が減っているようですね。ほんとや、なんか、ぜいぜいなりよるね。長い眠りの中で奪われていたのかもしれません。ではこの白い花びらを拾ってみてください。あなたが持つ力で体力を回復してみましょう。あれ花びらなんや。めっちゃゴミに見えるんやけど。ほい。初めて白い花びらを手に入れた。白い花びらを拾えましたね。あなたは素材から武器や道具を自分の手で作り出す力を持っています。みんなは作れんのか。そこにある切り株が作業台にできそうです。手に入れた素材で傷薬を作ってみましょう。アイテムを作ろう。集めた素材でアイテムを作ることができる。近くにある作業台を使って、まずは傷薬を作ってみよう。ほいほい、これで、作る。傷薬。白い花びら3つでできるよね。おう。できた。素晴らしい。初めて素材から物を作り出しましたね。それこそが、この世界であなただけが持つ特別な力。私だけ。あゆなよ。あなたは手に入れた素材から物を作り出す力があるのです。作った傷薬を早速使ってみましょう。道具は三角ボタンで使うことができるはずです。お、アイテムを使おう。アイテムは十字キーで選び、三角ボタンで使うことができる。傷薬を使って HP を回復しよう。なるほどね。お、回復した。
傷薬で体力を回復できたようですね。その傷薬はあなたが自らの手で作り出したもの。傷薬作れるっていいね。この世界に生きる人々は、とあるきっかけで、物を作り出す力を失ってしまいました。アユナ、あなたに与えられた債務じゃねえわ。責務。それは。え、なんですって？責務はともかく、早く広い世界に出たい？出たい？なんかついさっきもそんなこと言ったけど。おお、それもそうですね。ではこの穴蔵から出るために足場を作りましょう。足場。さあ、まずはこの太い枝を拾うのです。拾うとこからなんやね、普通に渡してくれればいいのに。初めて太い枝を手に入れた。太い枝を手に入れましたね。手に入れた太い枝を素材にすれば、ヒノキの棒が作れるでしょう。お、武器。さあ、先ほどと同じく、切り株を作業台に、ヒノキの棒を作ってみるのです。初期装備やね。へい、ヒノキの棒。太い枝一本でできるってもうそれは、めっちゃ弱い。素晴らしい。初めて武器を作り出しましたね。人はかつて、物を作り、道具を使って、その輝かしい文明を作り上げました。まあね、武器や防具屋というものもあったから。人の文明の証と言える武器も、今はあなたにしか作り出せないのです。めっちゃすごいやん、私。あゆなよ、あなたに課せられた使命、それは。それは？え、何ですって？使命はともかく、まずは外の世界が見たい？なんだこいつボケてんのか。おお、そうでしたね。忘れっぽいんやね。では足場を作るために自分で作った武器を装備してみましょう。丸ボタンでメニューを開き、ヒノキの棒を装備するのです。武器を装備しよう。武器や防具は装備しなければ使えない。丸ボタンでメインメニューを開き、装備メニューからしっかり装備しよう。丸ボタンの装備。あ、ボロの服は着とんやね。まあ裸なわけはないか。はい。ヒノキの棒を装備できたようですね。武器があれば、魔物との戦いだけでなく、素材を集めるときにも役立つことでしょう。その、物を壊して素材に変える力も、あなただけが持つ特別な力なのです。世界が闇に閉ざされ、人々は力を失っても、ずっと待ち続けていました。物を作る力を持つ者を。物を作る力っていうのがよくわからんのやけど。アユナ、あなたは人々の願い、夢、希望、そして、未来を背負っているのです。重いよ。アユナよ、あなたが果たすべき任務、それは、もういいって。あなたまさか眠っているのではないでしょうね。もう繰り返しすぎて嫌になっとるよ。仕方ありません。やはりまずはこっから出た方が良さそうですね。じゃないといつまでもね、説明を続けられるから。では外に出る足場作りのために、周りの土を崩し拾い集めるのです。壊して素材にしよう。四角ボタンで武器を振り、物を壊せば、素材として手に入れることができる。土を壊し、土ブロックを10個入手しよう。10個。この、周りのやつってこと。おぉ、初めて土を手に入れた。へいへい。まだやね。なんかどの辺まで壊していいんかがよくわからんだけど。え、上の取れねえ。あと一個。へい、取った。土が集まりましたね。手に入れた土は三角ボタンで地面に置き積み上げることができます。赤い印の場所に集めた土で足場を作り、この穴蔵から抜け出しましょう。あっこに作る。あ、そういえば。ブロックを置いてみよう。持ち物を十字キーで選べば三角ボタンで目の前に置くことができる。赤い印の場所にブロックを置いていこう。これはジャンプで取れるってことか。なるほどね。オッケー。で、この場所に、うわ、めっちゃドクロあるやん。この場所？お。あ、もうこのまま上がっていったらいいんかな。階段あるやん。ちゃんとそういう文明も残っとるっちゃ残っとるんよね。あ、ここ。ん？ここ？合っとる？へい。ほんで、あ、扉。あ、扉開ければ自然に出てくれるわけじゃないか。あゆなよ、よくやりました。うまく外の世界に出ることができましたね。
これからあなたが目にする世界、アレフガルドは、とあるきっかけで光を失い、闇に覆われた世界。光なき世界に生きる人々は、物を作る力を奪われ、今や文明も知恵もなくしてしまっています。アユナ、あなたに課せられた重要な使命、それは、あなたが持つ物作りの力で人々を救い、アレフガルドの世界を復活させることなのです。めっちゃ壮大な。え、何ですって？急に世界を救えと言われてもピンとこない？まあね。確かに目覚めたばかりのあなたには少し急な話なのかもしれません。ではこうしましょう。あなたはあなたが持つものを作る力で、あなたの自由に思い描いて世界を作り出してください。なんだそれ、急激になんかふわっと。そうすればおのずと、自らの使命も果たすことができるでしょう。そして、自分自身に確かめるのです。世界に何が起きたのか。そして、自分の役割が何なのか。私は大地の精霊ルピス。すべては精霊の導きのままに。最後に一つだけあなたに忠告しておきます。消えたんかと思ったし。あゆなよ。あなたは勇者ではありません。え、勇者じゃないん。このことだけは忘れないでくださいね。どういうことだ？最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。